ママちゃん、オクデルハン。何しに来た？ババを助けに来たんや。あんた一人に任せておけるわけないからな。あんたも怪我しとるやないか。まさか山下ろしにやられたんか。迂闊だった。俺も置いてしまったようだな。それより、その男を頼む。分かった。怪我はひどいが、まだ息はある。すぐに集落まで運ぼう。はあ。早速血の匂いを嗅ぎつけてきやがったな。すぐにここにやってくるぞ。俺は奴を追う。お前はその男を早く集落に連れて帰るんだ。せやけど、あんたもその傷。余計な心配は無用だ。もたもたするな。一刻を争うぞ。分かった。
奥寺藩、無事やったか。ああ、なんとかな。発見が遅かった分、あんたより重傷だ。だが、無茶をさせなければ大丈夫。しばらく安静にさせておけ。ああ。そういえば、あのヒグマをどないしたんや。仕留めたんか。いや、吹雪が強くなってきてな。あれ以上深追いしたら戻ってこれない状態だった。そうか。集落の人に聞いたんやけど、あんた山下ろしのこととなると人変わるらしいな。山下ろし軽んに人生かけとるって話やけど、なんか理由でもあるんか。狩りってのはな、生きるためにすること、人間の生存本能なんだ。俺たち人間は何千年も前から動物を殺し、その肉を食べて生きてきた。この鍋の肉もそう。俺が買った動物の肉だ。食べるために殺し、殺したから責任を持って食べ尽くす。それが修行だ。だが俺にとってあのヒグマは狩るのが目的じゃない。ほな、なんなんや。ただの殺戮。俺はあのヒグマを殺すために追いかけているんだ。思えば人間というのは不思議な生き物だ。憎いという理由で人を簡単に殺す。自分が生きるために仕方なくというわけじゃない。だからこそそれは罪として裁かれるべきことだし、それを償うために刑務所があるんだ。だが人を殺したことを悔い改め刑務所を出ていく人間はごくわずかだ。ほとんどのやつは自分がやったことは仕方がないことだと割り切り、開き直って生きている。殺すというのは食べるための、そして身を守るための殺し以外、全ては勝手なものでしかない。殺人者が何を言おうとただの詭弁に過ぎないということだ。あんた、俺が刑務所出てきたこと知っとって説教してんのか。それが自分の過去話してるんか。どっち。どっちでもない。ただ俺があのヒグマにこだわるのは個人的な恨みがあるからだ。つまり俺はただの殺しをするためだけにここにいるという話だな。さあ話は終わりだ。殺した者として責任を持ってこの肉を食ってやろうじゃないか。ああ、ババ。兄貴。お前もう動いて平気なんか。ええ、なんとか。そうか。すいません兄貴、足引っ張るようなことになってしまって。俺のことはええ。それよりお前を助けてくれた人に礼を言うんやな。そうなんですか。一体誰に。奥寺藩中漁師のおっちゃんや。ここは山の中にある漁師の集落や。そうだったんですか。まだ完全に回復しとらん。あまり喋らん方がええ。今はゆっくり休み。はい、迷惑かけてすんません。ちょっと待ってろや。奥寺藩にお前が目覚ましたことを伝えに行かな。
違います。いや、いや、そうか。違います。
や。Thank you.
美味しくいただくで。